公益財団法人京都文化交流コンベンションビューローは、文化芸術のための事業の推進、京都府内外への発信、MICE誘致及び品格などの招聘を目的とする公益財団法人。2006年に発足した本団体は前身に京都府、京都市、京都商工会議所、国立京都国際会館、京都市観光協会、京都府観光連盟による京都コンベンション推進協議会と京都府と京都市の出資する平安京都1200年記念協会がある。主な事業は京都の文化等の発信と日本国外への観光プロモーション、コンベンションの支援である。古典の碑の普及活動、京都迎賓館での品格のもてなし、参観などの支援、MICEの調査、開催支援と広報宣伝などを行っている。日本国外への観光プロモーションなどのインバウンド誘致事業は2012年に京都国際観光客誘致推進協議会の事業を引き継いだものであり、2018年からは京都市観光協会に移管し、共同で進めている。また、京阪なコンベンション誘致推進協議会の構成団体として、関西文化学術研究都市の推進に参画している。ありがとうございます。